Ladies and gentlemen, honored guests, welcome to the 2009 Inamori Ethics Prize. ようこそ2009年稲森倫理賞受賞式典にいらっしゃいました。私の名前はバーバラ・シナイダー、ケースウェスタンリザーブ大学の学長を務めております。今日の演奏者の皆さんに拍手で感謝の意を表しましょう。Before we begin, I would like... まず始めます前に何人かのご覧品をご紹介したいと思います。まず最初に稲森財団からの代表団の方々です。まずは稲森豊美稲森財団専務理事並びに KI エンタープライズ社長です。皆さんバルコニーにその座っておられますので、お顔が見えます。次は稲森財団国際部の部長であられます木越清彦様です。次は稲森財団国際部副部長の原健一様です。で次にご紹介したいのはバッド・コック氏です。ケースウェスタンリザーブ大学の理事会の理事長並びにケイティ夫人です。最後になりましたが、ケースウェスタンリザーブ大学にいらっしゃってくださいました2009年稲森倫理賞の受賞者でありますメリー・ロビンソン氏です。皆さん今日はこの特別なセレモニーにいらっしゃってくださってありがとうございました。さらに今日のイベントを可能にしてくださった主催者協賛者の方々に対して感謝の意を表したいと思います。プログラムの後ろに協賛者の名前が書いてあります。皆さんの支援心よりお礼申し上げます。2009年度の稲森倫理賞受賞者がメリー・ロビンソン氏であるという発表を行って以来何ヶ月間かにわたっていろんな形の祝辞あるいは賞賛のお言葉をいただきました。それらは皆さんディスプレイされておりますのでぜひともこのセレモニーが終わりましたらご覧になってください。時間がありませんのでこういったようなお言葉を紹介することは全部できませんが、とりわけ一つだけマーシャ・ファッジ米国の下院議員のこの言葉を紹介したいと思います。オハイオ州の第11議員地区を代表いたしましてまた市民を代表いたしまして人類の生きる条件を大幅に改善することになったあなたの行動と影響力に称賛を称えたいと思います。我々はあなたの成功を称えることを誇りに思い長年にわたる社会への奉仕に敬意を表しこれからもあなたのライフワークであるこの触れる人々すべてに対してこの良い影響を与えていきたいというそのライフワークを続けていただきたいというふうに思います。ここに2009年9月9日をあなたのための祝賀の日と宣言したいと思います。稲森国際センターというのはグローバルな倫理リーダーシップを育成するために存在しているわけですがこのセンターがその使命を実行する一つの方法としましては毎年1回この稲森倫理賞の授与を行っております。深い問題に対応してきたリーダーの方々をこのお招きしてお話を聞くことはこの倫理的な選択肢を行うにあたっての複雑な問題についていろいろ学習をする非常に素晴らしい機会になるわけです。受賞者の方々というのはこの実世界のチャレンジに対応してその分野というのはいろいろ競合する意見があったりまた難しい決定をしなければなりません。最先端の経験者の話を聞きその話を聞くことによっていろいろ学習することができまたその時々の考えあるいは後から振り返った時の考えを聞くことによっていろいろ学習することができます。この講演とかあるいはシンポジウムが終了時において皆さんがどう考えようと
皆さんはこの新しい情報を得ることができ、新しい洞察を得ることができるでしょう。我々はこういうようなイベントを通じてこの理解を深めることができると思います。教室では、これぞこの教訓、覚えておかなければならないことだというふうな説明をするわけですが、今日も教育の現場と同じようなセッティングになっておりますので、私も含めていろいろ学習したいというふうに思います。では稲盛センターの館長のフレンチ、シャノンフレンチをご紹介したいと思います。Thank you, President Snyder. シナイダー学長ありがとうございました。またご来賓の皆様、この稲盛国際センターの使命というのは世界において倫理リーダーシップを奨励することであります。この使命を実現するためにはさまざまな学術分野や専門職、さらには幅広い地域社会とも提携を持った形でプログラム、イベント、教育、研究活動を行い、そうすることによって倫理問題に関する豊かな生産的な対話を奨励するということであります。我々の目標はこの多くの方々の声を聞いて幅広い観点から倫理リーダーシップが直面する問題点を模索することであります。同時に個々の人間が本来持っている尊厳や価値といった特定の核となる価値観やこの原理原則に確固たるコミットメントを行うという共通の人類の要求を信じております。本当にこの倫理的な生活をするということは容易ではありません。みんなその途中にあると言っていいでしょう。ではどうやったらこの高潔な人間になるその質をこの身につけることができるのでしょうか。どうしたら道徳的勇気を持って誇りと情熱を持って生きることができるのでしょうか。他のものへの倫理的義務とは一体どういうものなのか、どうやってそれを実行に移すことができるのかと、どうしたら有意義な生活できるのか、これほど頭の中で考えて心に思う問題としては重要なものではありません。他にありません。ここ稲盛センターでは協力的な学問、経験的な学習でもってともにこの答えを模索することにしています。我々責任ある世界市民、倫理リーダーシップを形成するのに重要な役割を果たしたいと考えています。このセンターの創設者である稲盛和夫博士のお言葉を借りて言うのならば、自己の利益や自己中心的な欲望に基づく行動ではなくて、倫理的行動によって人類に奉仕のできる人を形成するということが目的です。今日世界で、この人権を提唱してきたメリー・ロビンソン氏を称えて、このイベントに参加されている皆さんもぜひとも我々のセンターの活動に参加していただきたいと思います。では大学の副学長バブ・ベーサスラックをご紹介します。Thank you, Dr. French. フレンチ博士ありがとうございます。40年前ダブリンで新しく法学部の教授になったばかりの人がアイルランドの上院議員になりました。最初からメリー・ロビンソン氏は全ての人に権利をということを求めた姿勢、エネルギーと情熱を持ち備えていた人であるわけです。こういったような資質を持っていたがゆえに、この自国での公務だけではなく最終的には世界80カ国以上で活動を行われました。1990年には女性として初のアイランドの大統領になられまして、1997年には国連人権高等弁務官になられたわけです。今日も自ら2002年に築いた世界的な非営利団体のリアライジングライツというところを通じて他の人のために仕事を続けておられます。それではここで2009年度の稲盛倫理賞の受賞者であるメリー・ロビンソン氏をご紹介いたします。Mary Robinson, throughout your life, you have consistently emphasized the importance of ethical issues in global human rights. あなたの人生を通じて、これまで倫理的な問題と人権に関しての重要性を強調されました。この尊厳、あるいはヘルスケア、そしてまた最近ではこの気候変動について影響を与えられました。その結果として、この意見の違う人たちからは非難されました。あなたは自分のその原理原則をしっかりと持って、よりこの
深い理解、情熱を生み出しました。あなたの仕事はこの稲森センターが持っているその考えている核となるチャレンジあるいは懸念と合致いたします。この選考委員会からの推奨によりまして、私の方から2009年度の稲森倫理賞のメダルを授与いたします。Could I just simply begin by thanking you so much for... まず皆様方に非常に温かいご歓迎を感謝申し上げます。そして私今ビデオを見まして、いろいろな思い出を思い出しました。それからまたアイルランドの音楽を聴いて感銘をいたしました。2009年の稲森倫理賞を受賞したこと、非常に光栄に感じております。そして稲森国際センターのすべての方たち、それからまたケースウェスタンリザーブ大学の選考委員会の方たちにお礼を申し上げます。これは非常に私にとっては特別な栄誉でございまして、そして私に助けをかけしてくれました方たちと皆で分かち合うものだと思います。そして今私を助けてくれた人たちを思い出しております。稲森センターのミッションと申しますのは、自己利益や利己的な欲望に基づく行動ではなく、倫理的な行為を通して人類に奉仕をするという稲森和夫氏の言葉に基づいて将来のリーダーたちを開発することが目的でありまして、これは非常に重要であります。なぜならば私たちの世界はそのような倫理的なリーダーを絶望しているからであります。すなわち自分の利益ではなくて、社会、国、あるいは世界の利益を優先する人たち、それからまた皆のために正義、平和、そして持続可能な将来をもたらすために勇気のある決断ができるリーダーが求められているのです。今日私は21世紀における人権問題の新しい挑戦ということについて考えみたいと思います。私は前を見たいと思うんであります。そしてまた主要なグローバルな問題に関しまして考察を加えたいと思います。その中には貧困とか気候変動などの問題がありますけれども、あまり人権の観点からは考えられていない問題であります。しかしながら平等、正義をより多くの注意を払いながら考えられるべき問題であると考えるのであります。それでは前を見る前にちょっと過去を振り返ってみたいと思います。それには2つの理由があります。まず第一に、私はリーダーといたしましての経験を振り返ることによりまして、皆様に何か示唆することができるのではないかと思います。それからまた私が直面した挑戦、そして私が取ったアプローチというのは、倫理とかそれからまたリーダーシップを勉強している方にとりましては役に立つのではないかと思うわけであります。それからまた最近オバマ大統領が私に大統領自由勲章をくださるという決定をなさったこと、そしてそれに続くいろいろな論議に関しまして、マスコミの報道とか、それからまたケースウェスタン大学におけるいろいろな論議をフォローしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるのではないかと思ったからであります。どこから始めようかということでありますけれども、私の強力な信念と申しますのは、公正、何が正しいかという概念を中心にしたものであります。私は4人の姉妹、兄弟の中の一人娘として育ちましたので、いつも肘をつつく必要があったからだとよく冗談を言うんであります。1960年代のアイルランドにおきまして、私は多くの法律がカトリックの教えのもとに作られておりまして、個人の道徳観の分野に侵入しているということは間違っていると強く感じたわけであります。例えば避妊具の使用とか、あるいは同性愛関係といったようなことに関しましての道徳観は個人的なもので、それに対して敬意を表するべきであると思ったわけであります。刑法でそのような活動を禁止することは公正平等な権利という基本理念に反するものであると考えました。私は弁護士の職業をし、そしてまた公職に就くことによりまして、私が深く感じている問題に違いを作ることができるのではないかと思います。
ました。アイルランド、あるいはまたヨーロッパの裁判所で弁護士といたしまして、訴訟案件を扱うと同時に、上院議員にも選出されました。それからまた人々の生活に実際影響を与えるような裁判案件を扱うことができました。例えば、未婚女性のもとに生まれた子どもに差別をするような法律の撤廃とか、あるいは職場における、権利、あるいはまた機会の男女平等といったようなケースに取り扱うことができたわけであります。よくアイルランドの若い人と話をいたしますと、その親の時代には、例えば、ヒーリングを使うとか、あるいはまた公的な法律援助を受けるといったような権利が保障されていなかったということの理解するのが難しいと感じてびっくりすることがあります。それからまた女性が陪審をしてはならない、あるいはまた結婚したら公務員の職を退職しなければならないということを聞いてショックを受ける人たちがいるわけであります。しかしながら実際こういった不当な行為に戦いを挑んだ私たちはそれに勝利をしたといたしましても、その結果は非常に論議を呼ぶものでありました。私たちの評判、そして個人職業上の倫理観が問われました。私たちはこの規範に逆流しているといったようなことを言われたわけであります。そして敵もたくさんいました。そして非常に不人気であるということは面白いことではありませんでしたけれども、歴史はそれは間違っていないと感じてそれを推し進めるということをやってきたわけであります。そしてその後アイルランドの大統領に選出されまして、リーダーシップといたしましては北アイルランドの紛争とかアイルランドの世界における役割、それからまた私たちが周りの人をどう見るかといったような難しい問題に関しまして国レベルでの対話をすることであると感じました。そして武力紛争が起こっている国などを旅行しました。1992年のソマリアなどにおきましては非常にショックを受けたわけであります。それからまた貧困にあえいでいる人たちと会って、そしてそこの人たちの声を聞いてサポートをいたしました。それからまたアイルランドの社会におきまして隅に追いられている人たちとの対話を開始し、そして理解に努めました。その経験が国連の仕事につながりまして、1997年から2002年まで私は人権高等弁務官の職についたわけであります。世界各国を旅行いたしまして、恐怖からの解放、欠乏からの解放を基本的権利として認めてほしいという人々に出会いました。そしてそのような犠牲者の近くに行って、そしてその人たちの声を聞くということ、そしてその人たちの苦しみを理解し、そしてその静かな勇気の深さを理解するということで、その人たちの声を世界に届ける役割ができるのではないかと思ったわけであります。高等弁務官の役割と申しますのは、国連制度のもとにおきましてもぎこちのない声と言われております。その政府の力の乱用を批判するということはあまり人気のある仕事ではないということはよく分かったわけであり、理解してたわけであります。もしそんな仕事をすると、そしてそこで人気を勝ち得たら、あなたの自分の仕事をよくやってないと理解すべきだと言いました。すなわち対話を始めることを舞台裏でやる、それから一体いつその力の乱用を公表するかといったようなことは非常に難しい計算のもとに決定しなければならないわけであります。私たちの後任者もそういったデリケートなバランスを求めて苦心をしております。私のこの高等弁務官としての仕事でありますけれども、オバマ大統領からの受賞を機にいろいろ批判を受けております。しかしまず最初に申し上げたいのは、市民に与えられるこの最高の栄誉をいただいたということ、これは非常に恐れ入ることであると私は感じている点であります。私、1960年代に法律の学の学生といたしまして、アメリカに参りまして、そして私の自己形成に大きな影響を与えました。そしてこの国、それからまたこの国の信念に対しまして、非常に愛情を感じるようになったわけであります。この7年間またアメリカに振りまして、アメリカとアメリカ人を再発見していることは私にとって非常に嬉しいことであります。大統領が私にこの賞を授与するということで、アメリカのユダヤ人組織などが反対の声を上げたこと、これは私にとって苦痛でありました。すなわち
高等弁務官といたしまして2001年の国連の人種主義反対会議におきまして嘆かわしい反ユダヤ主義に対しまして十分にそれを阻止したりそれに反対の声を上げなかったということがその反対の理由でありました。2001年の9月にこの会議が開かれたわけでありますけれども 9.11 の数日前でありました。この会議でありますけれども国連の人種主義に関わる会議としては3回目のものでありましたけれども1997年の一般総会でその開催が決定され1998年に国連人権委員会が国連の事務総長に対しまして人権高等弁務官をこの会議の事務局長に任命せよと要求をしたのであります。ここで国連会議におきましてはいろいろな人がいろいろな役割を務めるわけでありますけれども私の役割は事務局長でありました。この事務局長の役割と申しますのは国連の高いレベルの幹部が通常をやるものでありまして準備作業とかあるいはまた事務局の機能を果たすものであります。しかしこれは議会のこの会議の議長とは全く違う役割でありましてその議長役と申しますのホスト国の高いレベルの代表によって務められるものでありまして会議のアジェンダ交渉それからまた成果は議長の責任ということになるわけであります。この会議は南アフリカのダーバンで開催されたわけなんですけれど南アフリカの人種差別の歴史とその後の和解ということを考えた場合に非常に良い開催場所でありました。そしてこの南アフリカの外務大臣がダンバー会議の議長役を務めました。議長の事務局長といたしましていろいろな準備会合それからまた会議の組織の役割をいたしました。そしてこれをグローバルな会議にいたしましてそれぞれの国が自分自身の国にあるいろいろな差別に対しまして考えをする機会を与えようと考えました。そして積極的な考えを要請するために私は積極的なコミットメントからなるビジョンステートメントをネルソン・マンデラ氏の支援のもとに作りましてこれは80カ国以上の首脳によって署名されました。そしてこれがこれからこの会議の目的を達成するために役に立つそしてまた交渉のプロセスにとって役に立つことを期待したわけであります。私はもしこの会議がただ話し合いだけで終わってしまったら差別の犠牲者の士気をくじくことになる。ですからもっとアクションを志向のミーティングにいたしまして具体的なフォローアップあるいはまたレビューもその中に条項として求める入れるべきだと主張したわけであります。そして私はいつもこの人種差別と申しますのはがんでありましてそしてどこにでも現れる可能性があるからこれから全く解放されている国はないと主張したわけであります。会議の中外などにおきまして当時新しい武力紛争の段階に入っていた中東の紛争をこの会議の中心に据えようという動きが見られました。そして明らさまな反ユダヤ文言をこのドキュメントの中に入れようとする政府もありました。このように受け入れられないような文言というのは鍵括弧の中に入れられていたわけでありましたけれどもそしてそれはまだ合意されていないということを示されておりましたけれどもずっと会議が始まるまでドラフトの中にそれを入れておくということを主張する国がいくつかありました。このような国連の加盟国におけるアクションをストップさせるためにもっと多くのことをすべきであるという人はいます。そして私がもっと強い立場を取るべきであったと批判する人もいます。しかしそこで私が強調したときにはシオニズムイコール人種差別、人種差別であるというそういったような言葉は入れないということを私はストレス強調いたしました。そして最終的にできたこの NGO のドキュメントにおきましてそのような文言が入っているようなものは会議の中で発表しないということでそれを跳ねつけたわけであります。やはりこのテキストの中には良いことも入っているけれども高等弁務官といたしましてはこれは
シオニズムは人種差別であるという言葉が入っているので、これは会議には提出しないと言ったわけであります。私のやり方に関しましては、将来歴史家が判断をしてくると思うわけであります。確かに違ったやり方をすることができて、それによって良い成果を得ることができたかもしれません。しかしここで強調しなければならない点と申しますのは、憎悪のメッセージをダーバンに持ってきたような人たちの努力も最終的には敗北に帰したということであります。なぜならば、そういった文言が取り除かれてしまったからであります。ここで私たちがフォーカスしなければならない点と申すのは、この反ユダヤ主義、あるいはイスラム恐怖症、あるいは反アラブ感情で、に対して私たちが何をすべきかということであります。ただ過去を振り返るだけではなくて、これから継続的にイスラエルとパレスチナが長引く紛争、占領、そして暴力、テロリズムを解決するために、私たちが何に支援できるか、そしてまた両国が平等な権利と自決権をベースに将来の道を模索ためすることに対して何ができるかということを考えるべきだと思うわけです。皆様がご自身の結論を出す前に理解していただきたいいくつかの点をここでまとめたいと思うわけであります。これによりまして、ダーバン会議、国連人権システムにおける私の役割に関する歪んだ報道を修正することができると思うわけであります。ダーバン会議におきまして、シオニズムが人種差別主義であるということを肯定した結果が出たといったような報道がありますけれども、それは全くの間違いであります。文章を見ればそれは分かっているわけであります。ユダヤ主義、あるいはまた反イスラエルの文言と申しますのは、ドラフトの中には入っておりましたけれども、成果文書からは取り除くということで政府間で合意がありました。そして宣言、そしてアクションプログラムなどにおきましても、反ユダヤ主義などに関連いたしまして、それをに対抗手段というものが盛られていたわけであります。それからまた、最も私を傷つく批判と申しますのは、私が反イスラエル、そしてユダヤ人嫌いだといったことであります。私は反ユダヤ主義というのは本当に嫌悪感を覚えるものだと思っております。私はそれに対抗するアクションを今までずっと取ってきましたし、それをこれからも続けていきます。私は各国政府に対しまして、反ユダヤ主義が悪意に満ちた人権差別、人種差別とみなし、国際人権法に違反すべき、違反というふうに見なすべきだと主張してきたわけであります。これは記録を見れば明らかであります。私は最近、ネルソン・マンデラが作った国際リーダーのグループ、エルダーズの一員といたしまして、イスラエルの訪れました。そのエルダーと呼ばれるのはちょっと困るわけなんでありますけれども、そして私の夫はこのエルダーに対する看護婦だと呼ばれました。しかしながら、非常に建設的な時間をイスラエルで持つことができました。ペレス大統領をはじめといたしまして、実業界、若者、市民団体のグループの代表と話し合いを持つことができました。そしてイスラエル政府の政策を批判的かと問われたら、私はイエスと答えます。それだからあなたは反イスラエル、反ユダヤ主義なのかと聞かれれば、それに対する答えはノーです。決められた人権の国際基準に照らし合わせて、一部のイスラエル政府の方針を引き続き強く非難しています。高等弁務官であったとき、私は例えばチベットに対する中国の政策、チェチニアにおけるロシア、あるいは911同時テロ後の米国の対応に対して、私は立ち上がる責任を感じたようにやっているわけです。またこれらの行動は、国際的な人道と人権の法律を犯し、高等弁務官としてイスラエル政府の政策などはこの国際的な人権の基準を違反した時には、それを非難するのが私の仕事だというふうに思っています。同時に、パレスチナの人の権利を提唱する者は、その非難と行動がユダヤの人やイスラエルの正当性に対する一斉攻撃になってはならないようにする義務があると私は繰り返し強調しています。
そのようになった時点で彼らは人種差別主義になるからです。イスラエル・パレスチナの中東紛争、そしてその延長線上のこのアラブの世界の大きな部分での紛争は、イスラエルの政策に対する怒りが幅広いユダヤ人に対する敵対感に変わることによって、また話が徹底的な人種差別の話に化することによって、こういう問題の対応をさらに難しくするわけです。最後にこの国連高等弁務官、あるいは国連の人権機関が果たす役割について話をしたいと思います。政府間機関である国連人権委員会はに対して提出されるイスラエルに関する提案というのは、どう考えても国連プロセスの理解を欠いていると思わざるを得ません。多くは今でも私は高等弁務官として国連人権委員会を監督していた、あるいは率いていた、または私はそのアジェンダを決めて意思決定に責任を持っていたというふうに間違った指摘をする人がたくさんいます。国連人権委員会というのは後に国連人権理事会にとって変わったわけですけれども、国家の代表によって構成されています。幅広い責務を持つ政治機関であります。委員会と理事会は国連の事務総長の下にある国連事務局の一部である国連人権高等弁務官事務所とは全く違うものであるわけです。弁務官事務所の役割は政府間機関に対して技術的、実質的、事務局的な支援を与えることであって、参加国国家からの要請に対応する責任があります。しかしどの行動を取るか取らないかというのを決めるのは政府であるわけです。こういうような問題について今日お話しできることは非常に良いことだと思います。正直な違いは当然健全な形で議論の中に生ずるわけですが、まあ後から質問いただきますけれども、どんな質問でもこの聞いていただきたいと思います。大学というのは、またこの発言の自由というのはそういうことです。しかしながら自由の勲章を授与したとき、受賞したときにも言ったわけですが、必ず情報源が高い信頼性のあるものであることを確認しなければならないと考えます。誤った情報に基づくコメントに惑わされてはならないと、オバマ大統領の提唱するチャレンジを我々みんなが受け入れ、変革のためのエージェントとして行動しなければ、この21世紀にも現代版の野蛮行為が必ず横行になるでしょう。ではその点についてもう少し話をしたいと思います。我々が今日直面している重要なこの人権問題です。将来を考える前に、まずこの国連世界人権宣言が採択されてからも60年経ったにもかかわらず、つまりこの宣言というのは人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等、いや、その譲ることのできない権利を承認することは世界における自由、正義及び平和の基礎であると宣言したものであります。それだけの時間が経ったにもかかわらず、この権利は確保されてないということを忘れてはなりません。今日世界の国々の人々の尊厳は非効果的な統治、政府、汚職、あるいは貧困、抑圧と戦争によって幅広く無視されています。これは多くの側面に見られます。何百万人の人たちが十分な食料とか基本的な医療、一定水準以上の仕事を得られない状態です。また激しい紛争の中で危険から守られない市民がいる。また人身売買や難民の苦境に対する効果的な措置が欠如している。女性や弱者に対する幅広い差別、その他尊厳や権利を傷つけるものは我々すべての恥とするところであります。去年の12月、世界人権宣言採択60周年を記念した専門家パネルで私は共同議長を務め、来たる10年における人権のためのアジェンダ案を作成するように要請されました。今後政府やステークホルダーが共通のロードマップとして使用できるようなアイデアを作成するというものです。ではこの3つの問題について話をしたいと思います。パネルが対応したこと、特に重視するべきであるという点。第一は貧困と人権との間の関係、もっと効果的な権利に基づいた戦略を取ることによって効果的にこの貧困と戦うという点。第二点としては国家の人権保障制度を強化するための努力。第三点としてはこの気候変動と人権に対する気候変動の影響についてです。まずこの貧困でありますが、このパネルの報告書によると、この2015年に終了するところのミレニアム開発目標の半分をはるか通過しましたが、この大きなこの進歩はあるかもしれないけれども、貧困はまだ複雑な現象で、
この差別とか、あるいは資産や場所や能力などの不平等なアクセス、また公的機関からの阻害、そして歴史のこの遺産などによって生じています。一部の国では確かに進歩を見られていますが、一部の地域、特に多くのターゲット地域においては、飢餓を減らして食料、飲料水などの基本的なサービスへのアクセスを改善して、また学童の数を増やすという2015年までの目標に向けて期待は達成されていません。ミレニアム開発目標の達成というのは、すでにあるこの食料安全保障の危機であるとか、気候変動に加えて最近のこの世界経済危機の存在は、この達成をより難しくしているわけです。問題は、行ったコミットメントと得た成果との間に存在するギャップが一体どこにあり、なぜ存在するのか、どうしたらギャップを埋めることができるのかを理解することです。我々のパネルの報告書では、その答えの少なくとも一つは、各国の人権に対するコミットメントとミレニアム目標達成努力をより強く連携させることにあると強調しています。また、世界において一定水準以上の雇用と生活の機会を拡大することに力を入れるべきだというふうに報告しています。これこそが、ここ数十年成長と貧困の削減をつなぐ政策の中で欠如していたものではないかと。雇用を促進する政策、基本的労働者の権利を満たす雇用の促進が必要です。同時に、特に貧困な人々を経済的ショックからこの守る社会保障制度を拡大する必要があります。同様に、労働者とか雇用主、政府、また地域社会での社会的な対話を通じて、参加型の経済的ガバナンスを形成する必要があると思います。この私は高等弁務官を辞めてから、このいろいろなこの組織、政府、企業、労働組合、社会組織などと、このアフリカの問題、その他の問題についていろんな働きかけを行っています。これからこの若い人たちが、特にアフリカ大陸900万人ぐらいの若い人たちが、これから10年間存在することになるので、雇用を確保しなければなりません。では第2点なんですが、これはどのようにしたらこの人権保護の制度を国に作ることができるかということです。我々のパネルの報告に書いているわけですけれども、この政府はいろいろやっているにもかかわらず、こうしっかりと機能する司法制度の確保があまりにもないがしろにしていると考えます。すべてのものは司法の恩恵に預からなければなりません。女性に対する暴力がいかに多いか、紛争や家庭内の暴力としての性的な暴力、私はコンゴに行ったんですが、初めてこのレイプというのは、この起こしていると、若い女の子たち、これはこれ戦争の一部であるというふうに考えます。全く責任の所在がないと免責されていると。何百万人の女性、あるいは少女たちは、こういったような起こする暴力や差別から救済に対する救済を求めることができないわけです。相当なこの金額が世界の保健の平等化のために投じられています。まあ、フィランソロフィーの組織とか民間の組織などが大きなインパクトをワクチン市場に与えております。熱帯病のための保健サービスやワクチン接種プログラムが行われています。何百万人の人たちがこういったような努力によって恩恵を受けているわけです。我々のパネルもこの司法に対するアプローチとして同じようなことをやっています。新たに国家人権保護制度のための世界基金の設置を呼びかけています。これまでのイニシアチブから学習した教訓に基づいて、効果的な責任のある司法制度を作るための基金にしようとしています。最後に、気候変動とそれから人権の関係についていくつか申し上げたいと思います。米国でもその他の世界においても、ますますこの気候変動に対して、特に京都議定書に続く合意を交渉する予定の12月開催のコペンハーゲンでの国連気候変動会議に向けて、注目活動がこの広がっています。ケースウェスタン大学のキャンパスでも、この気候変動に対していろいろリーダーシップを発揮されていることを知り、非常に感銘を受けました。今日、気候変動は世界各国で感じ取ることができます。場合によっては、環境的な変化
例えば長引く干ばつとか平均的な海面の上昇によってコミュニティ全体あるいは国全体が脅威にされているという状況があります。もし今有意義な長期的なアクションを取らなければ、今日苦しんでいるものの将来がダメになるだけではなく、地球あるいは将来の世代の安寧をリスクにさらすことになるでしょう。気候変動が国際的な保護されている人権の多くを損なうことにつながるという点については議論を差し込む人は少ないようです。健康、生命の権利、食料、水、住居、財産の権利、原住民の権利、そして生活、文化に関わる権利、移民や再定住の権利、また紛争の際の個人の安全確保といったこと、気候変動に伴う人権の乱用が起こるのはしばしばこの政府に近い筋によってではなくって、もっと広く民間公共に問わず行われがちです。つまり人権に対する共通の責任を認識しなければなりません。気候変動を今のペースよりも遅く進めて、より管理可能なレベルにして、より持続可能な公平なプロセスにすることは多くの困難な問題に直面しなければなりません。政府は気候変動を起こす排出物ごとに適切な責任分担を決定する方法を見出さなければならないし、地球上残っている炭素資源を平等に使用する新しい合意を作り、環境の変化に適応することを強いられて、結果として生活が脅威にさらされているような人々を支援するために十分な資源を確保しなければなりません。ますます多くの人や組織が一緒になって12月のコペンハーゲン会議に向けていろいろ活動提唱を行っています。でもその今こそもっと深く我々の義務と責任という概念を考える時期ではないでしょうか。一国の中だけではなく国境線を変えて一緒に考える時期ではないか。そのスタートになるのはこの気候正義の概念です。気候正義というのは何十年にもわたって世界の富める国が炭素の排出を行ってきて、それが地球温暖化を生じて最も貧困な国々に深刻な気候の影響をもたらしたということを受け入れることです。この汚染者が起こした環境的損害の代償を支払うという確立した原則を実践に移さなければなりません。気候正義とはさらに我々はみんな行動する責任があると認識している一方、世界の最も富める国が気候変動の問題を引き起こして今なおそういう行動を続けているかがゆえに、彼らが行動を取る一番大きな義務を持っており、それを早く実行しなければならないという意味でもありません。途上国にまた環境を損なうパターンの経済発展を回避して発展することができるように十分な規模の支援を与え、同時に途上国の現在並びに将来のエネルギーニーズを満たすことのできるだけの支援をするべきであると考えます。政府はこういったような責任を社会的正義あるいはこの環境保護の責任を共同でやっていくということを認めています。条約や宣言が採択されている今こそもっと正確にこういったような国際義務が一体どういう意味なのか、いつ発動してどういう条件で、が生じたらどういう反応をすればいいかを定義するべき時期ではないでしょうか。チャレンジというのは本当に膨大です。このメダルと先月もらったメダル以外で非常にエキサイティングなことがありました。ダブリンとこのバルセロナに2人ずつこの孫がいるんですが、この一番上が5歳なんですが、2050年には彼らは大人であるわけですが、そういう時に果たしてこの安全な世界が彼らのために確保されているのかどうかというのがこの心配になってきます。これが究極的なチャレンジです。チャレンジに立ち向かうためには政治的な勇気が必要です。しかし真にみんな一緒にやらないといけないんだという共感があれば、またリーダーに行動を承知することができるならば、これからの10年はこれまでの10年よりも人権を取り巻く環境は全く変わっているかもしれません。ぜひこの進歩を図って一緒にこのいろんな文化を超えてセクターを超えてこのアプローチの違いを超えて共にこの人類が真に平等な尊厳と権利を持って生活できる将来のために努力を行いましょう。エルナー・ルーズベルトのビジョン、そしてこの世界人権宣言を60年前に作成した人たちのビジョンをいきましょう。彼らは非常に賢明であって彼らの夢を実行に移しましょう。ありがとうございました。
Thank you, Mary Robinson. Ladies and gentlemen, we are pleased. ありがとうございました。それでは2009年の稲盛倫理賞の受賞者は質問を受けてくださるということでありますので、2つマイクロフォンがございますので、皆さん質問なさってください。もし質問がありましたら、皆さんマイクロフォンに行っていただきたいと思います。だいたい5つ6つぐらい。どうも来ていただきましてありがとうございました。私は医学部から来たものであります。一般的な質問なんですけれども、実際にこの公的なリーダーシップを取られたわけなんでありますけれども、私たちそのような役職に取るつくことはあまりないわけなんですけれども、個人としてはどのようにしたらよいでしょう。例えば私たち個人レベルですね、例えば医師といたしまして、どのような行動をしたらいいんでしょうか。これはワイゼクストの基本的な理念に通ずるものであります。そしてこの個々がの人々が違いを作ることができるわけ、それが世界であります。いろいろな人がいたしまして、中にはもっとその公的なそのリーダーとして活躍をします。実業界のリーダー、それからまた労働組合のリーダーになる人もいます。しかしながら、そのように実際にこういろいろこう倫理的に考えるということ、これが個人として重要であります。例えば医学を勉強なさっているなら、本当にその道徳観に満ちたそのお医者さんになれます。私の娘は医師でありますけれども、私の父の影響というのが大きいと思うわけであります。皆が愛するドクターでありましたので、やはりそれが非常に私にとりまして大きなインパクトがあったと思うわけであります。ですからここに大きな希望が持てるわけであります。個人が責任を持つということであります。ですからこの稲盛国際センターにおきましても、皆様に対しまして本当にそういうその気持ちを持つことができるように奨励をするということが目的であります。実際にあなたもそういうふうにことを考えてられるわけなので、それによってリーダーシップを発揮することができるわけであります。もう実際にそのような責任を持つと、そしてまたそれによって挑戦に直面するというそういう土台をも持ってらっしゃると思います。それでは十分に多くの人たちがこのローカル、それから国レベル、国際的な場におきまして、人権に関しましてリーダーシップを取る人が少ないというのはどういうことなんでしょうか。私は全く反対でありますのことを考えています。私が高等弁務官をやっておりますときには、全ての私が行った国でありますけれども、チェチェンとか、それからシオラレオーネ、コロンビア、それから東チモールなど行きましたけれども、そこにおいて現場の人たちが皆人権の擁護者でありました。教師、学生、弁護士、ジャーナリスト、みんなやはりシステムに抵抗をしていたわけであります。そして例えばスーダンにおきまして、このズボンを履いたということで刑務所に入れると脅かされている女性がいるわけでありますけれども、そのように女性を連続化させようという試みに対しまして抵抗しているわけであります。ですから政府は私たちがこの人権の普遍的な宣言があるということを知っているわけであります。ですからそれをみんな受けているんですけれども、実際にそれを実施しているかというと、それはまた別問題ということであります。ですからやはりもっとそのサポートと理解の輪を広げていくということなんですけれども、難しい現場などにおきまして多くの仕事をしている人たちがいることを見て、私はいつも感動しています。イスラエル政府の政策のいくつかには批判的だとおっしゃいましたけれども、最近の最も最近のガザへの攻撃ですね、ちょうど9ヶ月前だったと思うんでありますけれども、だいたい1300人から1400人ぐらいの人たちがそれの犠牲になったんですけれども、そのことをどうお考えになりますか。それに関しまして完全なお答えを出すということはできないんですけれども、イスラエル、パレスチンでありますけれども、去年の11月でありますけれども、ラマラにおきまして、この社会的な起業家、
のその授賞式に行きました。私は女性の指導者と共にガザに行ったわけであります。本当にその状況というのは大変なものであります。ブロック封鎖がもう何年も続いておりまして、そしてこのハマスなどによりまして、このロケットの反射などが起こっておりまして、みんな不安になっているんでありますけれども、そこでどうして配当金ですか、それからまたその認識、このようにこの停戦が起こっているということに関しての認識がないのかということを聞かれました。例えば北アイルランドにおきまして、なんとか平和を達成しようとした場合なんでありますけれども、何らかのこの平和の道が開けますと、そこにおきましていろいろその勇気づけられることが出るわけであります。そして11月でありますけれども、ちょうど11月の5日にある事件があって、そしてイスラエルがトンネルをブロックいたしまして、そしてハマスの戦士が殺されたわけなんですけれども、その後ハマスがこの停戦はしないということを言ったわけであります。そしてこの攻撃に出たわけであります。ですからそこを軽量化することは難しいわけで、随分の被害がありました。しかしながら私が考えたことは、本当にこの平和を築く本当に気持ちがあるのかということで、市民社会とか若い人とかそういう人たちと話をいたしまして、私はその話を聞いて非常に勇気づけられたわけであります。確かにこの政治というのは政治家だけの手に委ねられていては困ると、やはり市民の声も聞かなければならないということなんだと思います。ケリー・バトラーと申します。若い人たちがこの人権制限を理解する必要があると思うんですけれども、何か気候変動などにおきましても若者を動員する必要があると思いますか。私も絶対そうだと思います。現在いろいろな組織を結集化しているわけであります。例えばこのTikTikTik.org ということで TCKTCKTCK.org といいまして、そしてこのクライメットアクショングループというものをいろいろな組織を集めて作ろうとしているわけであります。オックスファームとか、例えば貧困の問題などを扱っているところが気候を正義に関しまして集まってきているわけであります。この9月の21日に会議を開くということで、この気候変動に関わる雇用とかそういったようなことに関しまして、このアルゴア氏が若者をこの結集させるために大きな役割を果たしているわけであります。これは若者が直面している最大の課題だと思います。私たちは世界の資源をどんどんと使い果たして、そしてそれをやりすぎないように注意しなければならないわけですから、これほどの課題はないと思います。この国々はこの条約を結んだりしているということですが、あんまり役に立ってないというふうに思うんですが、どうしたらこういうような国々にこうその自分たちが署名した条約に従うことを強要することができるでしょうか。いい質問ですね。私も5年ぐらいこの行動原務官をその務めていたときに考えていたことです。いろんなスピーチがあっていろんな条約にサインをしてくれるわけですけれども、実質的に実施してくれないわけですね。要はその、まあ、責任ということ、責任の所在がもっと重要です。今この人権評議会でこのピアリビュー、仲間でレビューを行うというのがあるんですが、またその民間部門もその参加して、この政府はやると言いながらもやってないじゃないかというふうに非難をしています。だからこそ人権というのは
ローカルで、この保護されるべきである、国というコンテキストで保護されるべきである、だからもっと司法システムがいい、またそれを拷問してはいけないと、まあ、習慣の問題ですね。この警察に逮捕された人たちはみんな拷問を受けているという習慣があるわけで、ショッキングな現実が存在します。またその汚職に関係のない判事裁判官が必要です。ですから全体的にもっと良い保護の制度が必要ですね。完璧なシステムではない、だけれども一方で国際人権制度というのは今このできつつあって、これからこの強化していかなければならない、まだ実施されてないと十分に、それが問題です。インターネットがありますので、この情報共有がますますうまくいくようになってきています。まだ言及していない分野としては、この企業もやはり彼らの責任を果たすように、人権を守るようにということが重要です。ウェブサイトがあります。この大企業の責任について関心のある方はぜひ見てほしいというふうに思うんですけれども、 www.business-human-rights、 これ一言です、 .org となっており、非常に客観的なウェブです。企業がやっているいいこと、そして企業がその人権を違反しているような例なども言っています。ですから政府だけが人権を侵害しているのではなくて、頻繁に企業とか石油会社とか、あるいは伐採を行っている企業をこの計画を立てるときに、その貧困な人たちを排除してしまうような計画を立てるというようなことが行われています。あと一つだけ質問、最後の質問ありますか。その後シンポジウムをこの道を渡った向こう側でやるんですけれども、スケジュール通りにこの進めたいですので、あと1問だけ。リク・ペデリと申します。私何回かインターネットテクノロジーという言葉をおっしゃるんですけれども、それが人権に対してどういうような影響が与えられると思いますか。コミュニケーションがこんなに簡単になって、これはその前向きな影響があると思いますね。この人権のメッセージというコミュニケーションが促進できるウェブサイトが素晴らしいものがあります。人権に関しての情報交流、特に十分ここの世界においては強調できてない社会的経済的な権利、つまりその住居とか水とか食料に対する権利ですね。ですからいろんな貧困な国々がこの情報を共有しています。このインターネットの使用に関するいい例を引用したいと思います。南米のコロンビアで、ある貧困な女性のこのゴミ拾いを行っている女性ですけれども、企業のに対して訴訟を行いました。つまり彼らの小さい世界ですね、非常にこの貧困なこのゴミを拾うことによってその収入を上げているわけですけれども、その企業がその仕事を取ろうとしていたと、それで提訴を行って女性が勝ったわけです。その情報がですね、ネットワークでパキスタンにも行き、また南アにも行き、どうやってやったんですかとか、そういう質問が出てきました。我々はどうやったらいいですかという質問が出てきたわけですね。非常にいい例で、インターネットの接続が非常に重要であるという例を引用しました。もちろんひどい例もありますね。ポルノだとかいろんな問題がインターネットで、また児童の虐待だとかもあると思います。しかし全体的には非常にプラスの影響があると思います。まあ、すいませんね、私の答えは長々としているので、皆さん質問ができない人が多かったと思うんですが、シンポジウムに来てぜひとも質問してください。